クンバーは北インドのラージャスターン地方、メーワール王国の君主、クンバカルナシングとも呼ばれる。1427年頃、メーワール王国の君主モーカルの息子として誕生した。1433年、当、モーカルが暗殺されたことにより、クンバーが王位を継承した。彼は内部の敵を倒して、自身の地位を固めたが、この時、 マールワール王国の君主ランマルの助力を得た。その後、クンバーはブーンディ王国、コーター王国、ドゥーンガルプル王国の征服を始めた。コーターはマールワースルターンアサ、ドゥーンガルプルはグジャラートスルターンアサにそれぞれ忠誠を払っていたため、メーワール王国はマールワースルターンアサとグジャラートスルターンアサと対立することとなった。年。 クンバーは、マールワースルターンアサ、グジャラートスルターンアサの連合軍に対して、10万の、不評、騎兵、1400の増軍で相手した。そして、連合軍に壊滅的な打撃を与え、首都、チットオルガルには記念トータル、ビジャイスタンバーが建てられた。全長37メートル、9階建てのこの塔は1448年に、完成した。 1442年11月、マールワースルターンアサの君主マフムードシャーは、メイワール王国に遠征を行った。いくつかの都市を占領した後、雨季に入ったので王国内に留まった。1443年4月、クンバーはマフムードシャーの陣営に攻撃をかけた。この攻撃により、打撃を受けたマフムードシャーは、マールワーの首都マランドゥに帰還した。同年11月、 マフムードシャーは、メーワール王国に、再び侵攻し、いくつかの都市を占領した。だが、彼は、チットオルガルは占拠しなかった。1446年10月、マフムードシャーは、マーンダルガルを攻撃したが、反撃にあってこれは成功しなかった。その後、マールワーは、メーワールを10年間攻撃することはなかった。また、クンバーは後、 マールはスルターン・アサと敵対するグジャラート・スルターン・アサ、デリー・スルターン・アサと同盟を結んだ。クンバーは、グジャラート・スルターン・アサ、デリー・スルターン・アサから、ヒンドゥ・スラトラーナーの称号を与えられた。1453年あるいは1454年、ナーガウルの支配者フィールーズ・ハーンが死亡した。その息子であるシャムス・ハーンはおじ、ムジャーヒド・ハーンから支配者の地位を奪うため、 クンバーに援助を求めた。クンバーは、シャムス・ハーンを援助し、支配者の地位に登らせたが、後に、グジャラート・スルターン・アサと結ぼうとしたことに腹を立て、1456年に、ナーガウルとその周辺都市を占拠した。同年、グジャラート・スルターン・アサはこれに対し、メワール王国へ進軍、シロヒーを占領、クンバルメールを攻撃した。その際、グジャラート・スルターン・アサは、 メイワール王国を攻撃するため、マールワースルターンアサと戦利品を分割する条約をチャンパーネールで締結していた。だが、クンバルメールを占拠できず、メイワール王国の首都、チットオルガルへの進軍は阻まれた。1456年、マールワースルターンアサのマフムードシャーは、アジュメールを占領、12月には、マーンダルガルを占拠した。アジュメールには、 地方長官が置かれ、その間には、グジャラートスルターンアサが二度クンバルガルを包囲した。だが、ここで、マールアール王国の君主ジョーダーが、マンドールを確保した。これにより、クンバーは他方向からの攻撃に耐えることができ、これらを撃退した。1458年、グジャラートスルターンアサの君主アフマドシャー二世が死亡し、グジャラートの軍勢は引き上げた。マフムードシャーも、 またこれを機に撤退し、戦闘は終結した。クンバーはこのように、マールワースルターンアサ、グジャラートスルターンアサの軍勢をたびたび打ち破った。彼は、マールワーとグジャラートの二強国との戦いで不利な状況に置かれても、それをものともせず、ランタンボールなどの外縁地域を除いては、その征服地を多く維持できた。また、 クンバーはメイワール王国内に32の城塞を建築したが、その中でもクンバルガルが今が一番立派であった。また、クンバーは王国では学者を保護し、彼自身も学者であって、いくつも本を書いた。彼は考えのために人造庫や貯水池を掘らせたり、また彼の時代にはいくつか寺院が建設されたが、その石切りや彫刻の技術が最高度の段階にあった。 1468年、クンバーは自分の息子をダイ大ングによって暗殺された。ありがとうございます。